What phase is Marvel in right now? Bad. Wow. Seven. Phase five. Five? Yes. Death? Five. Death? Oh! I don't know. And to be honest, I don't understand the question. Hey, Marvel, she just terminated you. Way! 通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、デッドプール&ウルバリンからの話題になります。この映画ですね、現在興行収入絶好調でして、もう久々にね大ヒットのスーパーヒーロー映画となっています。こんなデッドプール&ウルバリンなんですが、なんとですね LGBT 界隈からこれがね批判されているというんですね。まあこれ以外にもですね、まあ様々な騒動起きておりますので、本日はその辺詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね見えておりますが、デッドプール&ウルヴァリンですね。皆さんもこれご覧になりましたか？ブクタもねこれ X の方でね報告しましたが、先日ね見てきました。これがですね、まあ本当に面白かったです。ちょっとね感想とは今回やりませんが、もう本当ねエンタメ映画として何も考えずに楽しめますので、ぜひねご覧になってください。で特にですねスーパーヒーロー映画好きな方、 MCU に限らずね好きな方は本当にね楽しめるんじゃないかなと思います。ぜひねご覧になってみてください。そんなデッドプール&ウルヴァリンなんですが、なんとですね LGBT 界隈からこれね批判されてるんですね。でこの映画ですね、その前にちょっとした騒動というのがありまして、それがねこちらになるんですね。これね MTV の公式アカウントですが、この中でですねこちら、まあ、ジェイミー・リー・カーティスという女優さんですね、あのハロウィンとかでねおなじみです、ホーンテッドマンションも出ておりましたが、この女優さんがですねインタビュアーに、今ねマーベルのフェーズっていくつですかと、まあ、質問されるんですね。でこれねジェイミー・リー・カーティスだけではないです。他にね様々なスターが出ておりまして、みんなが答えていくという、まあ、冗談みたいなねインタビューなんですよ。ここでこのジェイミー・リー・カーティス何と言ったかというと、Bad と答えるんですね。ただこれ正直めちゃくちゃ面白いでしょ。まあ、完全に冗談なんですが、悪い、ダメだ、そのように答えるわけですよ。で他のスターたちもね結構ひどいこと言ってたりもするんですが、このですねジェイミー・リー・カーティス標的にされてしまったんですね。これで炎上してしまいました。ジェイミー・リー・カーティスがバーでマーベルフランチャイズを嘲笑し、その後このコメントを撤回。 MTV のジョシュ・ホロウィッツとのインタビューで、カーティスは MCU が現在どのフェーズにあるかと尋ねられた。彼女はぶっきらぼうに答えた。私のコメントは愚かでした。今後はもっと良くなるつもりです。ケビン・ファイジと連絡を取り、もうインターネットと呼ばれる泥仕合の砂場で遊ぶことはしませんと、まあ、このように謝罪をしたんですね。まあ、ちょっとね皮肉交じりに謝罪という感じですが、でそれがですねこちらね実際のポストになるんですが、これ自体はですねコメントが制限されておりまして、ちょっとね引用を見てみますが、ジェイミー・リー・カーティスがイスラエルの空爆から逃れるガザの子供たちをイスラエルの子供たちと思って写真を投稿、その後二度とこのことについて語らなかったことを覚えていますか。これについては謝罪するのに、爆撃されているパレスチナの子供たちの写真を投稿してイスラエルのために祈るというキャプションをつけたことについては謝罪しなかった。ジェイミー・リー・カーティスは映画シリーズを悪く言ったことについて謝罪するだろうが、シオニストであることについてはまだ謝罪していないということでですね、まあこれについてはですねこのようにねずらっと並んでいるんですが、このねマーベルについてどうこうというよりは、彼女のですねこの新イスラエルとしての発言、これについての批判になっているんですね。ですのでこのマーベルについてはですね、あの時にね他の演者さんも、まあ、あまりねよろしくないこと言ってるんですが、標的にされているのはこのジェイミー・リー・カーティスだけなんです。ですので引用ではですねこうしたポストがずらっと並んでいるというような状況なんですね。ですので発言自体はですね、こちらね先ほどの MTV のポストですね、ジェイミー・リーは間違っていない、私は完全に彼女に同意します、エンドゲーム以降急降下している、これは許されません、ジェイミー・リーは正しい、マーベルは衰退している、これはねパレスチナの国旗を掲げている人が言ってるというね。そしてですね、なんとこの騒動、これを受けましてダイアン・レイノルズが参戦します。ジェイミー・リー・カーティスが MCU シリーズを Bad と呼んだことを受けて、この謝罪を Close、 こちらですね以前もねキーワードとして取り上げましたが、改めてですね Close、 こちらが本日のキーワードになります。Troll、 こちらですねこのチャンネルでもねたくさん出てくるワードなんですが、最近ですね見始めたという方、わからないという方ね多かったみたいなんで、改めてですねこの Troll というのはこちらですね、誰かを怒らせたり注目を集めたりトラブルを引き起こすためにインターネット上にわざと迷惑なまたは不快なメッセージを残す人ということで、このね Troll というのはインターネット上で荒らしをする人、これを指しているんですね。でこれ以外にもですね、からかうとか、まあ、そういった意味もあるんです
ね。でこの意味はですね、この他に tease っていう単語もありまして、こちらもね同様にからかうという意味になります。なんですがこの場合はですね、ほとんどその中に悪意というのがないんですね。この悪意の分量によってちょっとねニュアンスが変わるんですが、この troll っていうのはかなりねネガティブなイメージがあります。一方この tease っていうのはこう仲良しの間でするからかい合いみたいな、まあそういったニュアンスですね。じゃあこの場合はね、ライアン・レイノルズが悪意を持ってね troll したのかというと、まあそんなわけないのでね、まあデッドプールっていうキャラクターに重ね合わせてね、しかもこちら SNS 上での話ですので、これをこういじるみたいな、まあそういったニュアンスでこの troll を使っているんじゃないかなと思います。ということでこちらはジェミリー・カーティスが MCU シリーズをバッドと呼んだことを受けて、この謝罪をからかう、この場合はこの謝罪をいじるでもいいかもしれませんね。ライアン・レイノルズはジェイミー・リー・カーティスの最近のマーベルに関する発言が物議を醸したことを受けて彼女を擁護する立場を表明。そしてこちらがねその発言ですね。ちょっと待って、エンドゲーム後のマーベルを批判したら謝んなきゃいけないの？とレイノルズは木曜日、カーティスがこの発言について謝罪したことを受け発言したということでね、それが実際のこちらのねポストなんですが、エンドゲーム後のマーベルを批判するのなんて当たり前だろうと、まあこのように言ってるわけですね。でね、これ非常にうまいのは、今回のねデッドプール&ウルヴァリンご覧になった方だったらわかるんじゃないかなと思いますが、この映画ですね、ディズニーに対しての自虐ネタですね、これがねふんだんに盛り込まれてるんですよ。ですのでこのポスト自体が映画のプロモーションになっていると、まあそういう仕掛けなんですね。これはねまあ見事だなと思いました。結構映画の中ではねディズニーのことめちゃくちゃ言ってますからね。まあ今回ねこのジェイミー・リー・カーティス思わぬところから叩かれてしまいましたが、これをですねこのライアン・レイノルズが自身とデッドプールを重ねてこれに助け舟を出したということなんですね。そんなデッドプール&ウルヴァリンなんですが、こちらですよ、見てください。ついにですね全世界興行収入が9億ドルに乗りました。まあこれ10億ドルいきそうですね。まあ予算的に言うとこれはどう転んでも黒字ですので、まあこれはね大ヒットと言っていいでしょうね。でそんなねデッドプール&ウルヴァリンなんですが、今回ですね LGBT 界隈から叩かれてしまっているんですね。でこれなんでかと言いますと、まずねちょっとそれをね軽く解説しますが、もともとですねこのデッドプールというのはこちらにもありますが、まあ設定上はですねパンセクシャルということになっているようですね。マーベルコミックのいくつかの作品ではデッドプールはパンセクシャルとして描かれており、デッドプールの最初の映画では彼のセクシャリティがユーモラスにしかし強くほのめかされています。ということで、まあこのパンセクシャルというのは、まあ相手のね性別関係なくそういった対象になるというものですね。で今回のですねデッドプール&ウルヴァリンのプロモーションポスターね、ご覧になった方わかるんじゃないかなと思いますが、結構ですね匂わせがあるんですよ。まあこういったものとかこういったものとか、これによりこれはねクイアベイティングなんじゃないかと、まあこのように言われてしまってるわけですね。クイアベイティングというのはクイア性というのをほのめかしながら、まあ実際その内容はね全く違うものだと、要はもうサムネイルで釣るみたいな話ですよ YouTube のね。するとですね案の定 LGBT 界隈はですねこれに激怒しました。デッドプール&ウルヴァリンのゲイジョークが LGBTQ プラス映画評論家の間で反発を呼ぶ。マーベルのデッドプール&ウルヴァリンはアクションと R 指定のコメディを融合させた作品で世界中の観客を魅了し、今年夏の数少ないヒット作の一つだ。しかし LGBTQ プラスの映画評論家たちはこの映画をあまり楽しんでいない。彼らは同性愛者に関するジョークが多数あるとして批判している。デッドプール&ウルヴァリンにはデッドプールとウルヴァリンという2人の男性スーパーヒーロー主人公をネタにしたゲイパニックジョークがふんだんに盛り込まれている。デッドプールのセクシャリティはファンの間で長い間楽しい憶測の対象となってきたため、ここやっぱりね原作ではパンセクシャルと書いてありますね。多くの視聴者はこれらのジョークをある種の内輪ネタとして解釈している。そしてねこれなんですよね、ちょっとねあんまり読めませんが、ライアン・レイノルズは明らかに写生をパロディ化した YouTube のプロモーションを投稿、このことを認めたようだ。ということで、まあ主にね顔へのあれなんですが、実はですねこのデッドプール&ウルヴァリン、アメリカではですね AMC っていう、まあ、映画のチェーンがあるんですが、ここでウルヴァリンのですねポップコーンバケットというのが販売されているんですね。これね日本でなかったのがほんと残念なんですが、ものすごい出来がいいんですよ。でこれのねプロモーションというのがですね、まあやっぱりもう明らかにクイアベイティングになっていると、いやー正直ね東宝あたりでこれやってくれないかなと思ったんですが、いやこれはほんと残念、あったら 100% 買いましたが、今回ねアメリカの AMC ではこれを販売し、こういったプロモーションをしていたんですね。するとですねやっぱりこうなるわけですよ。だがゲイの評論家たちは笑っていない。ガーディアン誌の評論家ガイロッジはこの映画を学校レベルの同性愛嫌悪と称し非難した。同性愛が映画に単なるギャグとして扱われていると彼は書いている。
これはデッドプール自身がクイアであると自認してもほとんど改善されることはない。ディズニーがまたこのキャラクターを使うのであれば彼のパンセクシャリティは扱わない方がいい。それか単に彼にウルヴァリンとセックスをさせるべきだ。ということでこちらね、ガーディアン、この方ですね、結構ねこちらの記事が痛烈でして、まさにねここに書いてあります。デッドプールの不快なゲイパニックユーモアは退屈で子供じみたのの知り合いだと、まあちょっとねこちら全文は読みませんが、このようにですねこの評論家というのは激怒してるんですね、これを見て。ちなみにですねこちらねちょうど出てきましたので見ていきますと、こんなプロモーションもしていたんですね。これ公式ですよ皆さん、これ何かわかりますか。ここのねフォントなんかもねすごくよくできているんですが、これね何かと言いますと美女と野獣ですね。まさにですねウルヴァリンを野獣に見立ててこういったねポスターを作っていると。でまさにねここに書いてあるんですが、これはねクイアベイティングだと書いてありますね。他のゲイ評論家たちもこのゲイジョークは未熟だと考えた。評論家のジョー・リプセット氏もこの映画を批判。他の映画評論家たちもこの映画のゲイジョークに憤慨した。ということでね、まあこれねいろいろポストされているんですが、このデッドプール&ウルヴァリンのやりとりジョークですね、まあこれに批評家たちが憤慨していると、まあそういったわけなんですね。そしてこれを踏まえますと、はいこちらロッテントマトですね、以前もねちょっと見ましたが、こちらトップクリティクスですね、ここが 61% なんですね。オールクリティクス 78%、 ベリファイドオーディエンス 96%、 オールオーディエンス 95% ということで、こちらねトップクリティクスだけがひときわ低いというのには、まあこれだけではないんですが、こういった理由も含まれているというわけだったんですね。はい、ということで本日はですね、現在絶賛上映中のデッドプール&ウルヴァリン、これにまつわる様々な騒動というのを見てまいりました。いかがだったでしょうか。まあね批評家たちはあのように言ってますが、皆さんとにかくですねこれめちゃくちゃ面白いです。ちょっとねあの序盤だけ展開がね緩やかなんで暇だなっていうところはあったんですが、もう終わってみればねそんなの全く気にならないし、あの交わされるセリフとかもね非常に考えられていて、これねほんとネタバレなしでは話せないんで話しませんが、例えばデッドプール対誰々の会話だったとしても、その会話というのは別の映画でライアン・レイノルズとその役者さんが共演した時の役柄同士の会話になってたりするんです。つまりこの会話自体がですねメタ構造になってたりするんですね。でこれを映画が好きで様々なヒーロー映画を見てる人は理解ができるという映画になってるんですよ。あー言いたい言いたいってなるから、こうやってねもう皆さんね早く見に行った方がいいですよ。そして映画好き同士で集まってね話すると本当楽しいんじゃないかなと思います。ぜひね、まあ、この週末ご覧になってみてはいかがでしょうか。久々の改作ですよ。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。